ハジアさん、323号機の工場完成写真、1914年、ハジアさん、324号機、グリンデンバルド駅、1957年外観や、仕様が一部異なる、ハジアさん、329号機、ブロネーシャンビー博物館鉄道で、胴体保存されている、2014年、ベルナー・オーバーラント鉄道、ハジアさん、3型電気機関車は、スイス中央部の私鉄である、 ベルナー・オーバーラント鉄道で使用される山岳鉄道用ラック式電気機関車である。ベルナー・オーバーラント鉄道は1890年の開業以降蒸気機関車で運行されていたが、その後1914年には直流 1500V で電化されることとなり、使用される電気機関車として用意されたのが車軸配置。 シーズのラック式電気機関車である本機であり、1913から1914年に21から28号機の発機が、1926年に若干の変更と出力増強を実施した29号機が製造されている。本機以前のラック式電気機関車は主に登山鉄道用の二軸の大型機であり、本機はスイスでは最初期の本線用の ラック式電気機関車となっており、主電動機2機と同軸3軸及び走行用のピニオン1軸、ブレーキ用ピニオン1軸を装備して、粘着区間では1時間定格出力 294kW、原因力 47kN、ラック区間では 94kN を発揮する。なお、21から28号機の製造は、SLM が、車体、機械部分、 走行装,装置を担当しており、BBC 及び魔法が電気部分、主電動機を担当、29号機は SLM 及び魔法で製造されている。なお、各機体の基板及び SLM 製板、製造年月日、製造会社は以下の通り、ありがとうございます。